ちゃんはチームヨジャです。ブラックです。ということで今回のセブンニングレバープレスに入れちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、最強 2OMF の組み合わせですね、今回そちら紹介しようかなというふうに思います。まあ、今、この 2OMF の形結構気に入ってます。はい、ムバッペとフォーランの組み合わせ。2OMF だとね、本当にこのね、あのルンミニゲのね、真横、ここにね、やっぱりポジション取りを取って、上がってくるっていうことが多いんで、やっぱりここの2枚の関係性でね、あの崩していけるっていうのがあるんで、やっぱここにムバッペを置くとかなりね、ルンメとムバッペっていうことで、火力がすごいことになる。で、ムバッペってやっぱり、基本的に何でもできて、パスもね、やっぱ上手くて、まあ何でも本当に守備までできるんですよね。ムバッペは単体の時も言ったんですけど、意外とね、この守備数値見てほしいんですけどね、全て60台なんですよ。戻って守備することもできるし、ためを作ることもできる。ルンメニゲにラストパス出すこともできれば、自分でフィニッシュでね、持っていくことができるっていうので、一番ね、個人的には火力が高い OMF なんじゃないかなっていうふうには、ね、思ってますね。で、こっちの右側のホルラーなんですけど、ちょっと柔らかさを持たせてるみたいな。ムバッペほど、あの、馬力とか、スピードとか、まあ、理不尽な抜け出しみたいなのはないんですけど、ホルランは柔らかさ、まあ、基本的に何でもできる、まあ、万能選手でもあるんですけど、右でも左でもね、高い精度で、このね、ワンパス、ルーパスっていうのをしっかり出せていける。で、火力も全くないわけじゃなくて、やっぱりミドルライジングをしっかり持ってるっていうのもあるんで、相手が引いてくるんだったら、ホルランで積極的にシュートも狙っていけるっていうので、まあ、こっちは本当、全火力、まあ、特化みたいな感じなんですけど、こっちはね、何でもできるみたいな感じで、このね、2枚の組み合わせがね、本当、この2面使う際にはかなり使いやすくて、スタートはやっぱりこの2枚がね、一番今お気に入りの 2OMF の組み合わせなのかなっていうふうに思いますね。とにかくムバッペが走り込んでくるときに、OMF のフォルラン、まあ、DMF のライカールド、ここら辺からスルーパス、もう出せる。下からこのムバッペがフォワードの横に走り込んできてくれる方が、スルーパスの出しやすさ。そうだね。っていうのはかなりあるのかな。はい、そのムバッペの走り込みとかに期待してる分、センターフォワードの1枚フリット。これを置いておくことで、まあ、ワンパンもできるし、パスもね、精度がすごい高いんで、はい、ロナウド今回じゃなくてフリット 2OMF だったら今現時点ではこれをね、これです、結構使ってますよという感じなんですけど、はい、最後にこれどれぐらいできるのかフレームやっていきましょう。はい、va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? ¡Nueva suerte! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. El partido prosigue con el marcador de Jordán. El gol. Saque de centro con empate. Y vuelta a empezar. No se puede reaccionar de mejor forma. ¡Nueva suerte! Absolutamente ideal para jugar al fútbol.Un anfiteatro estupendo. ¡Gran intento! ¡Gan dos arriba! Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Pasan a la alternativa. Ese pase tiene buena pinta. ¡Esas no se perdonan! ¡Tira! Mbappé.Buen robo de balón y contragolpe. Cambia el juego a la izquierda. ¡Qué buen juego de pie! A ver qué se saca de la manga. ¡Remata! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Avanza hacia el punto de penalti. La recibe. ¡Golpea el balón! ¡A eso!Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Saque de centro para el disparo! ¡Buena salida! ¡Gullit! ¡La controla Jordán! ¡Esas no se perdonan! ¡Llega la ocasión!さあ、で行きましょう。オッケーですね。どっちも普通と。オートプス好きだね。けー。
イシ、冷静にアイシ、オッケー。いや、かなり今いいドリブルだったね。ホルランバーストって呼んでみます。ナイスナイス、かなりいいかなりいい感じで攻めてる。いいぞ今んとこ、いい。お前丁寧にクソみたいなプレーすなよ。おお、打ち切ってる、来てるね。うん、そこまで行った。おい、来てる、今日来てるぞ。おい、どうすんだよ。フル箱じゃねえ、半箱で。来てるぞ、今日来ちゃってるぞ。相手飲まれてるよ。なんかハテみたいな顔してるぞ。オッケーオッケーオッケー。おい、どうしたんだよ、そんな変なのすな。いやー、マジか。なんだ？もう最低じゃねえじゃん。後半は彼のカナダ。あ、そう。でも試合負けちゃうから。新人かよお前。やめて。ファール？ナイス運びだよ。推進力があるからできるよ、今夜。ここでちょっともう、ムバペ変えます。クソみたいなプレイしてる。余裕ない。でかい声出すな。何がだよ、お前、いつもでかい声出して。クソみたいなプレイなのにでかい声出すなって言って。大したプレイじゃない。クソみたいなプレイじゃないだろ、今の。大したプレイじゃないよ。でかい声出すなよ。なんでだよ、別に。恥ずかしくねえのかよ。あよ。おー、危ねえ。普通にボール取れねえのかよ。あー、お前粘れよ。よし走れ。お前さあな、お前ラインブレイカーちゃうの。キー、はい、もらった、もらった。優しい、おいしいよ。おいおい、もう76分あたりにそういうのやめようや。アジアレベル、アジアレベルのプレイヤー。え、何、お、お前、え、おい、ふざけんな。ああ粘ってくる。これはちょっとやらかしたな。いやでもまだまだ、まあ、諦めてんのもう早いな。お前さ、本当にどうした、ロンゲさっきから取れよ、お前行けよそのまま直で。ええー、おい、どこ、勝つだろ、このボミなんだ。え、うわぁ、もうなんで足出すの、あれ出ろ、やめろ、死になさい。おぉ、